東京グール RE コールトゥーエグジスト発売から2ヶ月が経過しましたが、皆さんプレイされてますでしょうか？僕はね、まあ、ぼちぼち、かなり超絶スローペースくらいでアチーブメントの解放とか進めてるんですけど、そろそろね、やることなくなりそうですね。で、2ヶ月経って、未だ追加コンテンツのアップデア、DLC 情報は出ていません。っていうか、発売後公式からの発言が何もないんですけど、一応ね、アップデアは来ました。12月の半ばくらいかな。内容としては動作の安定性の向上なんで、細かいバグ修正とかでしょうか。で、キャラやマップなどの有料のダウンロードコンテンツ出してほしいところなんですけど、現状ね、売れるとも思えないんで、わざわざ新しくは作らないだろうなっていう感じですね。で、マルチがね、マッチングしないのが本当に痛くて、高難易度とかソロでやると無駄に時間かかるし、効率悪くてモチベが下がりがちなんですよね。で、今後このゲームに何か動きがあるかわかりませんが、運営さんどうかボスで出てきたキャラクターたちを有料の DLC で出していただけないでしょうか。あと、キャンペーンの雑魚敵とかね、出てきたり、なんかそのドアが開いたりとか、鍵開いたりするムービーとかですね、オプションを押してスキップと押すなんか、ボタン一つでね、スキップできたりできないでしょうか。以上、僕からの些細なお願いでした。今後の動きに、僕も期待しています。では。